エドアルマネ、エルネスト・オシュデとその娘マーサ1876年、ブエノスアイレス国立美術館、エルネスト・オシュデは、フランス・パリで、百貨店を経営していた、実業家。美術コレクターであったが、1877年に、破産新象派の絵画コレクションを失っている。1878年よりよしゆでは、クロード・モネと共同生活をする。エルネスト・オシュデの死の翌年。 妻のアリスオシュでは、クロードモネと結婚している。パリのデパートを経営する実業家であり、美術評論家、美術収集家、印象派の講演者としても知られ、クロードモネ、エドガードが、カミーユ・ピサロ、アルフレッド・シスレーの作品を購入し集めていた。妻は、ベルギー出身のアリス。エルネストは、パリの南、モンジュロンに、アリスが相続していた。 ロッタンブール城を所有し、友人を招いては狩りや縁を催していた。経営難により1877年に倒産。絵画コレクションは1878年にオークションにかけられてしまう。お主では、クロードモネと極めて講師ともに密接に関わっており、破産した翌年の1878年には、モネと共同生活を営んでいる。家族ぐるみの付き合いだが、妻、 アリスをめぐって、オシュデとモネの関係は、次第に悪化してゆく。オシュデの死後、妻を亡くしていたモネは、アリスと再婚した。なお、オシュデの娘ブランシュとモネの息子ジャンも結婚している。ありがとうございます。